楽しかったね。今度はみんなで潮干狩りに行こうよ。さなえちゃんも誘って。さなえちゃんか。まこと、あっ、母ちゃん、僕が開けるよ。まこさちゃん、奥さん、パッティがぞ、パッと。9時の飛行機で東京に行っちゃうの。そう、楽しかった。ダンゴムシ、うん、もっと早くお友達になってれば楽しいことがいっぱいあったかも。うん、じゃあさよなら。さよなら。
営業に。ごめんね、仕事中に。まことか、なんだ。父ちゃん、王子の釣り方教えて。どうした、まこと。飛行機の時間は6時のだって。空港まで30分、材料を仕込むどころか買いに行く時間もない。父ちゃん、ありがとう。はい、お父さんによろしくね。おじさんがあんな美味しいごちそうは初めてだったと言ってたって伝えてくれないか。はい、さよなら、まことくん。
そ40年前に放送され日本のみならず海外でも人気が高かったアニメ一休さんがテレ朝チャンネル2に登場。一休さん